5名ぐらいの会社ですが、節税どうやりますか。なんか税金系の質問が多くなるんですね、やっぱ俺の場合は。なんででしょうかね。まあドバイで会計事務所をやってるからですかね。5名ぐらいのスタートアップって言ったらちっちゃいじゃないですか。ちっちゃければちっちゃいほど実は節税ってやりやすいんですよね。まず5名ぐらいのスタートアップだと、皆さんが会社を始めたら、まず数人からじゃないですか。でしかも仲いい数人じゃないですか。だから例えば儲かってきたら、儲かんないと節税ってやんなくていいわけだからね。儲かってきたら、だいたいじゃあ50万円ぐらい友人に給料であげますよ。そうするとだいたい10万円ぐらいはさ、社保とかいろいろで取られちゃうわけじゃないですか。で手取りが38万ぐらいなのかな、12万ぐらいかな、取られちゃうのが。でそうすると日本と面白いことに収入税なんてものはないんですよ。収入税なんてものは、年収税なんてものはないんですよ。あるのって所得税だけなんですよね。だからどんだけ所得を低くしてあげるかっていうのが一個の会社の役目でもあるんですよ。ちっちゃいスタートアップの場合はね。大きい大企業とかはちょっと難しいけども、だから50万円の給料を上げるんじゃなくて、給料を30万円ぐらいにしてあげると。他の20万円何にするのって言ったら、これを福利厚生とか、あとは社宅のね、社宅手当とか、そういうものであげれば、結局まあ社宅もね、全部経費として見なされない場合もあるけれども、この詳しいことはね、俺のあれで言ってるけど、30万円だったらだいたい6万円ぐらい取られるんじゃないかな。だから50万円上げてたら12万ぐらい取られるけれども、まあ、30万円だったら、まあ12万も払わずに、毎月いくらか、節税できるっていう話になりますよね。あとは分社化ですね。例えば一つの会社で、もし5人ぐらいのスタートアップだったら、一つの会社でウェブマーケティングの会社をやってます。 SEO の、マーケティングとホームページの制作やってます。一つの会社で2つの事業をやる人って結構いるじゃないですか。それを2つ会社を作って、一つの会社で一つの事業をやるっていうのが、これ節税になりますよね。なんでかっていうと、副業が許可すれば、こっちの会社では雇用で、じゃあ、15万円ぐらいです、基本給。でもこっちは副業で、ウェブ制作の方は副業でやってます。こっちは35万円ぐらいです。そうすると15万円に対しての社保はこっちの会社で払いますよね。でも残りの35万円はこれ業務委託とか、副業としての収入になるんで、しかも30万円だったら年間300万超えてるしね。副業としての収入になるから、自分の経費を使ったら、例えば月に35万円何か経費を使ったら、もうそれって税金ゼロなわけですよ、プラマイで。そういうふうに会社が2つ事業を、事業ごとに会社を作ってあげて、1個の会社は主業、主事業だよと。ここで雇用をしてるよと。で、もう1個の会社は全く別の会社だから、これは副業を認めてこっちで働いてるだけだよねっていうような感じ。これは結構、分社化はいいと思いますよ。